三浦克幸8月15日隊は、日本の生物学者、医師。大阪市立大学医学部名誉教授、日本薬理学会評議員。大阪市立大学大学院医学研究科修了後、1985年、大阪市立大学医学部薬理学教室助手に、着任。1990年に、大阪市立大学医学部薬理学教室講師に、昇格。 体液性因子の体循環が専門で、ノーベル生理学、医学賞を受賞した山中伸也が、同大の大阪市立大学の博士課程に入学してきた際の指導教官を務め、マス犬における結晶板活性化因子の高圧基準の研究の指導をした。1996年大阪市立大学医学部役理学教室助教授に昇格。 同年薬理学教室の助手に着任した山中深夜の研究の激励をした。2001年から大阪市立大学大学院医学研究科教授を務める日本薬理学会評議員。ノーベル賞医学生理学賞に山中締め元を緩ませ感謝難病治したい一心から毎日新聞2012年10月9日。 山中信也教授受賞おめでとうございます。大阪市立大学、若手教育ランチョンセミナー2011、研究者として独立するには、マイナス日本分子生物学会、山中信也、整形外科から肝細胞研究へ日本、証券小学財団山中信也、iPS 細胞の受立から予想外の実験結果に、感謝、実験医学第30巻第12号、 2012年、2012年11月12日、閲覧。ありがとうございます。